フォワード編。フォワードは、江坂選手、ユンカー選手、木下選手。ということで、選出されたのはユ、ユンカー選手。ユンカーこちら、選出理由をお願いいたします。<ー>いや、一番どう判断していいか難しいとなってきたなって感じがしてて。<laughs> そうですね、確かに。という感じなので、じゃあ、早速いっちゃいましょう。ユンカー選手の点数は、ドラムロールをお願いいたします。はい、難しいでいきまーす。ユンカー。 でも、まあ、これはまあ妥当な感じかなあの、ね。まだカタカナの運がちゃんと書けないんです。<laughs> そ,そこか、確かにそこも可愛いポイント。<laughs> はい、いいですね、唇が赤い。79ってことは合格点よりも高いけれども、80点までいかない1点低いって感じですまずまずジーさん、どうですか、79点うん。だから監督によっては70点ぐらいかもしれないよな。 プレーが極端っていうか、点は取れるけど、で2点リードしたとき、ユンカ役に立つかつというと、全く役に立たないからな。あのー、日本人監督ならあんま起用しないタイプかもしれないですね。そうですよね、多分ね、うんね。その辺は一番の理由はどの辺守備いやもう単純に起用しにくいからですね、なんか守備、まあ、してますけど、してると思いますけど、うん、あ周りもちゃんと見てるし、うん、まあただどうしても運動量を最後のところに溜めとくタイプなので、このフィジカル的には爆発力で勝負するタイプなので、はい、無駄な走りで消耗するのは多分嫌うんですよ。うん、プレスに行く時も 後ろのの状況をを見なながら無駄ににははいかかように気をつけてるのは分かりますし、逆に自分が行ってこないときにはやっぱり立ってて、言いますし、うんうん、そこら辺はもうセーブしながら、爆発力を残しとこうとしてるので、ああいう感じになるんですけど、ただ、それは日本人監督からすると、あんまり好ましくないんだろうなっていう人は、まあ、おそうだなと。 まあなので、このスペシャリストをどう置くかですよね、まあ、さっき帯に短し、たすきに流していましたけど、割と想像つかないなっていうところは結局、ね、逆にそれでも79点っていうところは、やっぱりユンカ選手の決定力のところをすごく評価してるっていうことでしょう、うんまあ、圧倒的じゃないですか、やっぱり、そ,うですね、そこも、まあ、あとスピードもコンディションが戻ってくると、すごいですよね。 一気に置き去りにしますから、あの平野からのパス抜け出したシーンとかも、ほんとすごい形ができてるんですけど。<や>あれで点8ちゃうのずるいって感じですもんね、平野からのスルーパスね。<ー>うん、そうだね。ただ、あのシーンはやっぱ柏が前から来てくれてのシーンなんですよね。じゃあ相手が構えてたら、 って考えるとやっぱユンカはそんなにやっぱ良さ出しづらいなっていう限定的になってるんですよねそこが難しいところレアンドロ・ダミアンみたいなのはもう奇跡で前から追ってくれて決定力もあるし収まるしみたいなん、はい、でもトークカーもン決めるし何も欠点らしい欠点はないっていう、まあ、誰が監督でも絶対あそこに置くだろうっていう選手 ですよねまあでもユンカーはそうじゃないよね確かにそれだけにうまく生かしたら面白いと思うんですけど逆にユンカー選手を活かすためにどのような方策が考えられるんですかねもしセンターフォワードが取れたら外に置いてもいいとは思いますねそれはこう4-3-3の下あたりに置くと 起きて後ろのサイドバックが大外レーンをカバーする、ああそういうタイプだったら、あああユンカーと組み合わせてもいいかなっては思いますし、どう考えてもクロスターとか、そういうタイプじゃないんで、うん、こう中に入れた時に上がってくる選手、秋元じゃないんですよね。秋元だとそこから、まあ、クロスって感じですけど、そんなにクロスクロスってもないので、まあまあ,まあ悪くはないですけど、うん、そこの走力は生きるので悪くはないんですけど、まあやっぱ組み合わせなんですよね、周りとの。そこが一番想像つかない感じになってきてる。うまくいかせれば、まだ, <laughs> まだ伸びしるはありそうだもんね。 まあ,あとは試合によってですね、周りの戦だったり、柏戦だったり、ちょっと自々に引かされて、適時にスペースを空けた状況で前に置けば、相当驚異的な選手だっていうのは間違いないと思うので、うん、逆にそういう試合でエサか小泉だとちょっと厳しいかなと思うので。来シーズン、ACL もあるんで、うまくそのたび戦っていければと。うん 思いますね、そうですね、まあ、新しく取れるセンターフォワードがちょっと収めるだけじゃなくて、スピードもあったりすれば、こう前の取ったセンターフォワード、ユンか関根とかで、ロングカウンター狙ってれば、まあ、マリノスのセンターバックとかだって、絶対嫌なんですよね、それ、前からハイプレスに、ねまあ、来るんでしょうけど、それに対しての,この強烈な喉に来たらやるぞみたいな、うん、こういうカウンターの刃みたいなものを規制しとくというか、そういう効果、相当あると思うので、そこ,こら辺で輝くだろうなとはあるんですけど、じゃ万能じゃないっていうのがやっぱね。<laughs> ね<ー>木下選手を取ってるあたりから見ても、うん、背が高いセンターフォワードタイプを取りたいんだろうなっていう感じは、うん、西野 TD から感じるのでここは俺が推してる鈴木武蔵出な何の根拠もありませんので気にしないでください。<laughs>